お願いします、はい、うん、なぜわからないかというと、うん、今回の札幌記念というのは、はい、例年よりも強い馬が多いです、うんうんうん、頭数が、はい、ということは例年はあの札幌記念の場合は9番人気以降がほとんど入ってないんですよ、はい、札幌記念統計見ると、うん、9番人気から、はい、まあ、16番18番人気、はい、その時出る頭数によっても違いますけど、あの過去10年で12番人気1回しか入ってないです、はい、ということは普通に考えたら札幌記念は肩の3番を使うんですね、うん、肩の3番というのは5番人気から8番人気じゃないわ、5番人気から8番人気を2頭ね、うん、わかりますよね。だけど強い馬が多いということは、うん、ずれてきますよね、うん、強い馬が上に多いんだから、はい、そうするとこの辺も来る可能性があるんですよ、うん、言ってる意味はわかる強い馬が2頭しか出てないレースと、うん、強い馬が4頭5頭出てる馬だったら、うん、はい、3頭分ずれるじゃないですか、うんうんうん、ね、例えば強い馬が2頭しか出てなかないから12番人気、うん、はい、あ、まあ、例えば11番人気、そうですね、だけど強い馬が5頭出てたらいつもより3頭多いから、うん、この11番人気が8番人気ぐらいの力があるっていうふうに考えるわけですよね、うん、そうするとここぐらいまで来そうだなっていうね、うん、うん、よく見てみないとわからないですけど、うん、今年の札幌記念はレベルが高いです、うん、非常に、はい、だから今の時点ではね、うん、あの実際はどうか分かんないけど今の時点ではこんだけメンバーが揃ってたら、はい、僕だったら今の、うん、今も買わなきゃいけないっていうんであれば僕だったらこの4番を使うでしょうね、はい、うん、9番人気と以降もなんか来そうですね、はい、分かりますよね、はい、札幌記念の場合、はいはい、うん、いやそうだっていう答えじゃないですよ、うん、これ答えじゃない、はい、うん、でも今の時点では、はい、あのそんな感じがします、うんうん、あの単なる例え話じゃなくてね、そうですね、うん、こんだけメンバー揃ってたら、うん、9番人気以降にも強い馬がなってしまってるだろうということです、うんうん、だって競馬ファンが決めた人気順だから、うんうん、見落としがあるだろうということです、そうですね、強い馬に目が行きすぎて、うん、わかりますよね、馬券を買うときって強い馬に目が行きすぎますから、うんうんうん、そしてその3着までを考えなくていい馬券を買う人も多いわけですよ、うん、そうすると1着だけとか、うん、あの1着2着だけとか、うん、そうすると3着あんまり考えてないっていうことをすると、うんうん、3着候補の馬はあんまり検討してないっていう可能性もあるんですよね、うん、例えば三連単というのとか三連複っていうのを買うときも、うん、あんまり真剣に三着って考えないんですよ、うん、点数多くして、うん、バッてだ例えば1着はすごく真剣に考えて2着もすごく真剣に考えて、うん、3着はもうバーって流すとかね、うん、そうすると3着のとこあんまり考えてない、うん、だけど買われてる、うん、だから人気は変動する、うん、わかりますよね、はい、うん、だからこの中間人気以降の9番人気の馬を入れるか入れないかっていうのは、うん、その上位、まあ、1番人気から8番人気までの馬がそのすごく揃ってるかどうか、うん、でこの札幌記念で G2 の中でも一番賞金が高いスーパー G2 って言われてるんですね、うん、賞金が高いんですよ、あ、そっか、だから強い馬が集まるんですね、うん、ということはもうメンバー的にはもうこれ G1 なんですよ、 G1、はい、うん、で G1 の場合はあのもちろん硬いんやけど3着ぐらいになんか変な馬がピッて来るんですね、うん、じゃあそれはよくよく見たら変な馬じゃなくて、うん、見落としてた強い馬だったということなんですよね、言ってる意味は分かりますよね、はい、うん、だからその北九州記念みたいにハンデ戦だから荒れるから、うん、9番人気以下も買うというのももちろん正解なんだけど、うん、強い馬が集まった時は、うん、あの9番人気以降に、うん、あの穴馬が隠れてる、うん、3着候補が隠れてるっていうことも考えとかないと、うん、
このワイド馬券のこの型っていうのは、うん、この一番人気を抜いてあるんですよね、うん、はい、わかりますよね、はい、うん、で例えば今回ソダシが一番人気なんですよ札幌記念、はい、うん、なんかどう考えても来るってなった時にどうしましょうってことなんですよ、うん、はい、もう本当に来るって思ったら買うんです、うん、そうです、どうですか、言ってることわかる、はい、買うんです、うん、買うんですね、うん、そうすると、うん、配当を変えるんですね、うん、例えば2番1番人気から、はい、うん、4番人気を1頭、うん、はい、5番それか2頭、うん、2頭、うん、そうすると組み合わせの点数が増えますからね、うん、例えば、これ、1番人気から4番人気を2頭、これに近いですね、1番人気から4番人気で2頭、うん、そうすると、うん、まあ、5番人気から8番人気を5頭買わなくても、うん、まあ、例えば5番人気から12番人気までで、うん、あと何頭とか、うん、あの一番人気がもう限りなく来るってなったら、うん、あの買うかあえて買わないかっていうのは、うん、その時によりますね、うん、っていうのはその相手を絞り込めるか、うん、絞り込めないか、うん、その辺によっても変わりますよね、うん、うん、でも1000円かけるんで例えば1番人気と2番人気とか1番人気と3番人気が来たところで、うん、多分あの鳥紙って分かりますかね、最初の1000円よりも少ない金額、うんうん、だけどゼロじゃないですよね、うんうん、言ってることは分かりますよね、うん、で僕はあの、うん、どんだけ来そうでも1番人気を買わない方向で行った方がいいんじゃないかなと思いますけど、うん、あの一番最初に習った、うん、あのまあ、2以下というか、うん、もう 1.5 とかの、うん、になった時 の、うん、あの一番人気で、うん、まあ、もうなんか絶対一番になるっていうの で、ね、だったら、うん、そういうのだったら位置も考えるっていうことですよね。そう、でもそれはとは限らないんでね、うん、あの3着以内に来るとは。あ、そうか、そうですか、うん、だから競馬っていうのはあの絶対はないんで、うんうん、だからそういうふうに迷い出すと、うん、そのいくらでも迷ってしまうんですね、はい、そうですね、うん、そうするともう外れたらしょうがないっていう感じに、うんうんうん、した方がいいのかなとは思いますよね。うん、まあ、基本は一番人気はまあ省くっていう、ね、うんうん、ことですね、うん、まあ、今回ソダシが一番人気で多分今の予想図で 2.5 倍なんですね、うん、そして北九州記念の方がナムラクレアで 1.7 倍なんですよ、うん、ね、そう 1.7 倍ですね、うん、はい、そうすると、うん、まあ、例えば北九州記念を選ぶときに、うん、ナムラクレアを外すっていうのはちょっと微妙になってきますよね、うん、まあ、もっと言えば一番人気が3着以内に入らない可能性の高いレースの方を選ぶ方がいいんですよ、うん、そうですね、ワイド馬券の時は、はい、ここポイントです。なんか今回はもうどっちもがなんかね来そうな、うん、だからそのどっちもなんだけど、まあ、これ練習なんでどっちか買いますよね、うん、まあ、でも本番になっても、まあ、週1レースは買う方がいいと思うんですよ、はい、あの当たりそうなレースを絞ったところで当たるとは限らないから、うん、で例えば本番でもこれどっちか買うってなった時に、うん、そのソダシとナムラクレアと、うんうん、どっちが飛ぶ可能性が高いかということですよね、うん、飛ぶっていうのは3着から外れるっていうことです、はい、そしたらもう普通に考えたらあのソダシですよ ね、 そうですね、なんでかって言ったらオッズがそうだからですよね。あ、オッズがちょっとね、うん、はいはい、うん、分かりますよね、うん、いや本当のとこは分かんないですけど、うん、その何かで決めないといけないっていうことは、うん、あの勘で決めるわけいかないん で、 で、ね、やっぱり去年1着もね1着やったけども、うん、オッズで決める、うん、オッズで決める、うん、だって去年一着だって本当に絶対的に強いんだったら、うん、あの少なくとも1倍台にはなってるはずなんですよ、うん、そうやね、
分かりますよね。そうですね、うんうん、言ってること、はい、あの人気っていうのはあのめちゃくちゃ一生懸命考えてる人たちが選んでる、うん、でこの人気順っていうのはね何を表してるかって大体馬の強さを表してるそうです。うん、うん、そうよね、うん、そうするとまあやっぱり馬の強さをオッズが表してるっていうことは、うん、1.7 の馬と 2.5 の馬ってなった時に、うん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 、まあレースは違いますけど、うん、まあでも統計的に考えたら、うん、やっぱりその、うん北九州記念で名村クレアは3着以内に入る可能性が高くって、ソダシも一番人気なんやけど、でも1倍台にはなってないんやな。ああ、そっか、そこでね、はい。で、もし僕がどっちのレースを買うかってなった時には、うん、僕だったら多分札幌記念ですね。うん、札幌ね。その理由はって言ったら、一番人気のオッズが、はい、札幌記念の一番人気のオッズの方が数字が大きいからです。うんはい、あ、そこで、ね、はい。うんそして5番人気から8番人気を見たときに、うん、さっきちらっと見たんですけど、はい、今度は逆に、うん、あの意外と同じぐらいなんですね、うん、5番人気から8番人気は北九州記念も、うんうん、そうすると北九州記念はもしかしたら荒れそうであんまり荒れないかもしれない。あそっか、うん荒れる荒れるとハンデ戦だから荒れる荒れるって言われてるけど、うん、ハンデ戦もあの硬いレースっていくらでもあるんで、うん、例えばこれ一緒に見てみましょうか、はいうん、名村クレア 1.7 倍ですよね、はい、そしてまあ例えば5番人気から8番人気を見た時にこれが50.9 が8番人気ですよね、うん、で次の9、10、11、12がこれ102ってなってますよね、うんはい、102 12番人気の102を覚えておいてくださいね、うんうん、そしてもう一個札幌記念こういうふうにこれこういうふうに考えるんですよ。こういうふうでこっちの札幌記念のオッズを見た時に、うんうん、さっき12番人気でしたよね、はい、84.4 ですよね。ということは当然その北九州記念の馬はやっぱり G3 なんで、うん、あんまりこう下の方に強い馬いないなっていうことですよね。数字が大きくなったら弱い馬なんだから、うん、あそうですね、うんうん、っていうことは、うん、あんまり来ないよなって。だって3着以内を当てなきゃいけないんだから、そうですね、うんうん、やっぱり12番人気今の段階だったら札幌の記念だったら12番人気でまだ 84.4 倍なんですよね。さっきの北九州はもう100何倍ってなってましたよね、うんうんうん、100何倍って3着以内にまあ来ないこともないけど、うん、いや100倍のオッズと80倍の人気の馬やったらどっちが3着以内来ますかって言ったらそれは80倍の方ですよね、うんうんはい、ということは北九州記念ってもしかしたら今回は、うん、あんまり下の方来ないかもしれない。あそっか、ね、うん、というふうに予想していくんです。そうですね。これは単に今は人気だけで予想してますから、はい、これをこの前みたいに一個ずつその競馬場適性であったり、ねうん、騎手の適性であったりっていうのをやれば、うん、あやっぱり北九州近年今回荒れるわとか、うん、うん、荒れるっていうのは下からも来るわっていうことです。うんそうですね、うん、荒れるっていうのは難しい分からんっていうレースじゃなくって、うん、あの3着にわけのわからん馬が来るっていうことです、うん、あの人気順で言うたらわけのわからん馬が来る、うん、調べれば隠れた穴馬、うん、だから穴馬っていうのは実力があるんだけど、うん、あの馬券ファンの目から隠れてるという意味なんですね。穴に隠れてるという意味で穴馬っていうんですね、うん、あ穴に隠れてる、うん、はい。だから今の人気だけで、うん、ざっととりあえずこれで考えて、うん、それで騎手適性あ、うん、でね競馬場適性とかを調べていくと、うん、実際どっちのレースにするかっていうことですよね、うんはいうん、今みたいな感じで、うんうん、もちろんその一番人気とどうしようかなっていうのは、うん、そのなんていうかなこう慣れれば慣れるほど考えていくんです。今の時点では、うん、もう一番人気無視って、うんうん、だけどこれ来年とかなってきたら、うん、やっぱり一番人気捨てるのもったいないよなってなってくるんですよ、うん、例えば一番人気が3着で、
4番人気が1着だった場合、うん、そして2着に8番人気ぐらいが来てた時に、うん、割と1番人気と8番人気の配当ってあるんですよ。というのはこれボックスじゃないんで、ボックスだったらね、2番人気と4番人気の馬は配当が低いですけど、軸なんで、この相手がね、8番人気とかやったら、これが1番人気でこれが4番人気やったら、この1番人気と8番人気の組み合わせって割と配当あるんですよ。あ、そっか。言ってること分かりますよね。ボックスの時にはもうこの1番人気と4番人気の組み合わせってもうほとんど配当ないんですけど、ボックスでもう買わないってなってくると、1番人気8番人気4番人気8番人気の組み合わせって、いいんですよね。わかりますよね。だけど2番その上位4頭から2頭選んでしまうと、かける金額が少なくなってくるんですよね。それで一番人気をもう諦めた方が、その通算で考えた時に配当が高いんじゃないかとか考えるのが、大体ワイド馬券の、僕が思ってる基本ですね。人によっては一番人気絶対入れるっていう人もいます。一番人気の副賞率って多分80% ぐらいなんですよ。ということはもう普通に来る、だけど、この統計の取り方ってあるんですよね。大体10年とかで取る人多いんですよ。これ近年の3年とか5年とかですると、まあここ最近ずっと競馬やってるから分かると思いますけど、一番人気なかなか3着以内に来ない。そうですね、わかりますよね。これを統計って長く取ると、昔は、昔っていうかもう5、6年前は一番人気必ずに近いほど入ってた。でもこの2、3年があまり入ってないって、この統計っていうのはどこで取るか、その長く取ればいいっていうもんじゃないんですよ。で、肩の時も今年と去年を比べて、その後10年をっていうふうに僕順番にしてましたよね。近代競馬っていうのは年々進化してるんで、傾向っていうのがあって、まあこの前一応形上はやっと今年重賞で一番人気が来ましたけど、わかりますよね。あれもその馬券を発売されてる段階ぐらいでは、厳密に言ったら副賞をズマでも入れたら多分2番人気だったんですよ。だから事実上一番人気は、馬券を買う人の立場からしたら来てないんですね。そうですね、多分あれ締め切る時ぐらいにパッて変わったんですよ。でも締め切る時にパッて変わったっていう、もうその最後に買った時に変わった、っていうことは、それを見て買うことはできなかったから、そうですね、結果的に一番人気が来たっていうことになったけど、馬券買う立場からすると一番人気来てないじゃないかっていうのが今のですよね。だからこの前は一番人気がまあ3着以内に入りましたけど、他のレースで一番人気なかなか3着以内にも来てないっていうところがあるんで、過去見てもね、よく来て3着か、まあ、1着ないもんね。でも3着に来そうだったら一番人気も本当は買った方がいいんですよね。一番人気と例えば5番人気だったとしても、4番人気と5番人気、1番人気と5番人気の2つの組み合わせ買ってるとすると、これ1番人気買ってなかったら、この1番人気と5番人気の組み合わせって当たらないじゃないですか。わかりますよね。もうこの3頭しかいないんだから、3着までは、でそれだったら1番人気がすごく来そうなんだったら、っていうふうに僕のようにさっきみたいに考えるのが、多分来年の競馬をよく知るようになった福山さんですね。そうですね。今だったら、先生の言う通り2番人気から4番人気あら1番人気来たんや、ってなってると思います。それは知らんから、もう来年になったらめっちゃ知ってますから、いやーこれ来そうやな、やっぱり1番人気とこれと3番人気とこれと、
なんちゃうってなってくると迷うところですよね、うんうん、だから型っていうのはあのね、なんていうかな、改良していかないといけない。その時の傾向ってあるんですよね、うん、その年の、うん、その年のね、この一番人気が一着に来なくなったのっていうのは3年ぐらい前からなんですよ、うん、それまではそんなもう考えてもなかったですよ、うん、僕も、うんうん、一番人気がそんな、うん、あの一着に重賞、また特に G1 とかで、うん、G2 とかで、うん、来ないって、うん、すいません、ちょっと、まあ、最後に一言だけね、はいはい、あのまあ普通にシンプルに型で決めて、うん、決めた後に考えた方がいいですね、はい、うんうん、っていうのは今のこの一番人気の取り扱いっていうのを考える余地を残しているのが今の型なんですよ、うん、これは初心者が、うん、できるだけ当たって配当も高いように組んでる方なんで、来年はもしかしたら一番人気から四番人気って言って一番人気の取り扱いっていうのが出てくるかもしれない、うんうん、でもワイド馬券の場合は、うん、一回調べたらいいです。一番人気はその普通のレースの場合 80% ぐらいの3着以内率があるということですよね。うん、うん、わかりますよね。だから普通は入れるんですね。普通は入れるね、うん、だけどこの近年は意外と飛ぶよっていうことです。統計は長すぎるかもしれないよってことです、うん、10年は長すぎるかもしれない、うん、もしかしたら5年も長すぎるかもしれない、うんうん、もしかしたら去年の分も当てにならないかもしれない。これがもしかしたら近代競馬かもしれないなって思ってます、うんうん、今年のレースが統計としては役立つというふうに、うん、もしかしたらなるかもしれませんよね、うん、それも統計じゃないですか、うん、今年の今までこの馬たちこの人たちが出たものを今年の1月からを統計のデータとして考える、うんうん、ね、今までの普通は10年前、はい、でもそれってちょっと微妙になってきて5年前とかしてる人もいる、うん、それも微妙、うん、3年前も微妙、はい、もしかしたら今年だけって、うん、まあ、僕たちがやってたことですよね、うん、今年どうやったか、うん、こうやったかっていうね、うんうん、もしかしたらそうなるかもしれない、うんうん、っていうのはその流れについていかないと投資としては成功しないわけですから、わかりますよね、はい、うん、ただこれで終わりましょう、はい、頑張ってくださいね、はい、ありがとうございました、うん、